五朝一月十日から1924年12月8日は、明治、大正期の詩人、児童文学者である。本名、土田八十九十、旧姓は志村。四七八八四年一月十日、群馬県西群馬群胸高村に生まれる。父、小暮九七、母、志村しあうの長男。父は、西群馬群元宗者村の農家。 小暮美の吉の次男で、母長が生まれた当時まだ、志村家に未入籍。母方の祖父、志村翔平の次男、志村八十九十として、出生を届け。邸前に、朝、竜、人司祭、幸恵、良、ゆり子、赤子。1889年、父、九七が、祖父、翔平との確執に耐えきれず、千葉県佐原町に出奔。母もその後を追って、 志村家を出たので、八十九十はおじ、小暮作へに預けられる。後に父母が、元総者村に戻り住むに及び、引き取られ、五月一日、父、九七の養子として入籍。貧困の中で少年期を過ごす。1899年に堤が、岡人上小学校の代用教員となる。働きながら、前橋の聖マッテア教会の英語をよる学校に通う。 1902年、同協会の婦人宣教師オールの通訳研秘書として、青森に転任。1903年、東京・二木寺の生産一進学校に入学。神学校在学中より、詩や短歌の創作をはじめ、前田林外らの雑誌、白百合に小暮流星の筆名で短歌を発表。卒業後は、キリスト教日本政公会の伝道師として、秋田、仙台。 ミトなどで、不況活動に携わる。1909年、瞳透明から、静かな山村の夕暮れの空に飛んでいく鳥という意味を、込めて山村墓長の筆名をもらう。1913年7月、萩原作太郎、室再生と死、宗教、音楽の研究を目的とする人気義志者を設立。1914年3月、同社の機関し 卓上噴水相関。1913年12月、教会の信者や知人たちを中心に、新紙研究会を結成。機関し、風景には、萩原作太郎、室生再生のほか、三木露夫らが参加。1919 19年、結核のため伝道師を休職。1924年12月8日、肺結核に悪成長結核を併発し、 茨城県東茨城郡大洗町の尺屋、鬼坊グラベッで死去、40歳。自然のあらゆるものに神を見出す。彼独特の神学は、しばしば熱狂的な神道を怒らせ、異端として追放されたことも数多くあったという。萩原作太郎は、彼自身の見たるごとき、血が伝い意味でのキリスト教を信じていたに違いないと、追悼文、山村墓長のことで述べている。 山村墓長の墓、岩井博史、作家の臨終、母比辞典343ページ。ありがとうございます。